長安口ダムは、徳島県長郡長町、一級河川、中川本川上流部に建設されたダムである。徳島県が施行、管理を行っていた県営ダムだったが、近年の異常気象を機に、徳島県の要請により国土交通省四国、地方整備局に2007年より管理が移管され、現在は、国土交通省直轄ダムである。高さ85.5メートルの重力式。 コンクリートダムでダムの規模としては本体、貯水池ともに徳島県最大、中川の治水と水力発電を目的とした補助多目的ダムであるが、阿南市など下流域の利水も司さどっている。中川水系最大にして最も重要な位置を占めるダムであり、このダムの貯水率は徳島県南部の経済活動に多大な影響を与える。中川は 鶴木山山系の二郎級にその源を発し、大きく蛇行を繰り返しながら、ボケ橋、和ジキラインなどの峡谷を形成し、阿南市において三角州を形成して、紀伊水道に注ぐ、徳島県第一の大河川である、長安口ダムは中川が坂州北東側と合流する、直下に建設された、ダム上流には高さ二点五メートルのアーチ式、コンクリートダムである昇権野のダム、 下流には高さ30メートルの重力式ダムである川口ダムが建設され、支流には追立ダムや大美国ダムがある。長安口、昭拳、野の川口の3ダムを総称し、中川上流ダム群と呼ぶダムの名称は大技である長安地区の入り口に建設されたことから長安口となった。なお、ダム完成当時の所在自治体は長郡上中町であったが、 平成の大合併により、木沢村、木頭村などと合併して、長町となった。中川はその流域が台風の震度にあたる地域であり、年間の降水量が約3200ミリにも及ぶ日本屈指のタウ地域である。加えて急旬な地形と河川勾配が大きい急流であり、一度大雨が降ればたちまち暴れる河川であった。このため古くから、 河川改修は行われていたが、水害は容赦なく、流域を襲っており、いたちごっこであった。反面流域は、豊かな田畑を形成し、7000ヘクタールに及ぶ農地の、貴重な水源でもあったが、高地拡大とともに水量が不足、容易に水不足に陥ることもしばしばであった。地水については1929年により、内務省の直轄事業が開始され、阿南市、 古省地点における計画降水流量を毎秒8500立方メートルとすることで堤防をはじめとする河川改修を実施していた毎年繰り返される台風被害を防ぐことが最大の目的である。だが、この計画降水流量は1950年9月3日に西日本を襲った JN 台風によって打ち破られた。この時の中川の洪水量は 当初の基準量を毎秒500トン上回る毎秒9000立方メートルであり、阿南市をはじめ流域に再び被害を与えた。これ以降、JN 台風における洪水量を基準として河川改修を再検討し、差分をダムによって調節することとした。離水については、中川沿岸の農地と阿南市に建設された神崎製紙 山陽国策パルプの製紙工場がそれぞれ観光水利権を保持していた。だが、渇水時には取水量が不足するため安定した用水補給が求められた。さらに当時徳島県は小松島港や立花港などの港と広大な土地を利用して一大工業地帯を建設する計画を立てていた。中川は急流にして水量が豊富であることから、 水力発電の有力な候補地として注目され、電源開発を行うことで、工業地帯への電力供給を目指した。こうした経緯から、中川のより確実な地水と火水を利用した溶水補給と電力供給を図るため1950年国土総合開発法の施行に伴い、中川流域は、テネシー川流域開発公社方式の河川開発が計画され、 中川特定地域総合開発計画の対象地域に指定された。これに伴い、徳島県は中川総合開発計画を立案した。そしてこの第一期事業として、長郡上中町、大土地先に大規模な多目的ダムを建設し、徳島県内の産業を発展させる基礎を築こうとした。その第一期事業が、長安口ダムである、長安口ダム建設に伴い、 上中町及び木沢村の106個106世帯が水没対象となった。1953年4月、水没住民の要望で徳島県は団体交渉による保証交渉に臨んだ。住民側は代表者10名を選出して、県側と約1年半にわたる交渉を行った。だが、保証額をはじめとする一般保証基準の折り合いがつかず、 団体交渉は翌1954年に決裂。これ以後1個ごとの個人交渉による打結を図り71個が保証に応じた。しかし団体交渉時に選出された10名の代表者を含む35個は県側の保証基準を不満として最後まで強行に反対。交渉は1955年にまでもつれ込んだ。4月に徳島県議会電力特別委員会が 事業の進捗を図るために終戦に乗り出し、圧戦交渉を行って、ようやく打結した漁業権に関しては、中川全域の漁業権を保有する、中川漁業共同組合連合会があり、アユをはじめとする漁業を制御としていた。このためダム建設に対しては、組合員1270名が一致して、反対運動を展開し、この解決にも時間がかかった。さらに、 中川上流部は豊富な森林資源を有し、イカダ流しによる流木輸送が古くから実施されていた。だが、ダム建設によって、イカダ流しは完全に不可能となり、流イカダ業者は完全に失業する。失業を余儀なくされる業者1037名に、対しては保証として、天配業資金を支払うことで妥結、流イカダに代わる陸上輸送の代替事業として、 林道約1 6トルの付設と貯水池付近に2カ所の容器は施設を建設して林業振興を図った。1950年より始まった保証交渉は最終的に1957年ダム完成後にようやく全ての保証交渉を終了した。ダム完成後まで保証交渉が長期化したのは異例であり、現在では考えられないことであった。それだけ当時は 国土開発が最優先課題であったことが伺えるが、阿南市や小松島市などの産業発展のために、106世帯の住民、1037名の留意課だ業者、1270名の漁業関係者の犠牲の上に成り立った事業であることも事実である。ダム建設に先立ち、建設を行うための電力供給が必要となった。このため、ダム上流で、 中川に合流する坂州気筒側に重力式の追立ダムを1952年に建設し、そこから取水した水で坂州発電所による水力発電を行い、ダム建設に必要な電力を供給した。ダム自体は1950年11月より着工し、1955年11月ダム湖に試験的に貯水を行う試験淡水を開始。 1956年1月に完成し、稼働を開始した。目的は、洪水調節、不特定利水、水力発電の3つである。洪水調節については、先日の通りジェーン台風を、基準に100年に一度の確率の洪水を対象に、ダム地点における計画洪水流量を、毎秒6400トンから毎秒5400立方メートルへと低減させる。 毎秒5400立方メートルを最大で放流することから強力な水圧に耐えられる水門を6門備えている。不特定利水については阿南市、小松島市、長郡中川町、長郡浜浦町の農地7300カヘクタールに対して最大で毎秒30立方メートルの環境水利県分の農業用水を補給するほか王子製紙と日本製紙が持つ。 既得工業用水利見分の用水も補給する。水力発電については、下流に建設されたダム水路式発電所である日の親発電所によって、認可出力6万2000キロワットを発電する。フランシス水車3台を有し、中川水系では最大の水力発電所である。また、第2期、中川総合開発計画として、 下流の長町吉野に川口ダムを1960年10月に完成させ、長安口ダムから放流する水量を平均化して、下流への影響を抑制する逆調整地の機能を持たせるほか、新たに川口発電所を設置し認可出力1万1 7 0 0ットを発電する。これらの電力はいずれも四国電力に売電され、地元に供給される。一方四国電力は、 長安口ダム上流に新たな発電用ダムの建設を計画。長安口ダムとの間で用水発電を行って、夏季ピーク時の電力消費を補おうとした。これが1968年に完成した昇権の野ダムであり、ダムに付設する影平発電所は認可出力4万6 5 0 0ットを発電する。こうして中川総合開発計画は一応の完成を見た。なお、 長安口、川口、証憲、野々の3ダムは、上水道や工業用水道の新規供給を目的とはしていない。だが、中川は流域自治体の水道供給源でもあることから、3ダムは、利水目的においても重要な位置を占める。このため発電専用である、川口、証憲野々両ダムは、利水供給の義務は全くないものの、流域の水道供給に、 重要な役割を担っている。このため、この三ダムは流域住民の水亀としても貴重な存在である。長安口ダム完成後、中川下流部の阿南市をはじめとする工業地帯は発展を見せ、県南地域の経済は活性化した。また、以前に比べ水害の頻度は減少したものの、解決が難しい新たな問題が生じた。ここでは、 時系列に沿った形で衝突する。追立ダム極度の大差によってダムとしての機能を創出した。中川流域は鶴木山山系を流域に持つが、この山系は土砂が崩落しやすい地域であった。さらに産業構造の変化や海外からの安価な輸入木材が国内に流通するに伴い林業が衰退。植林された杉林はメンテナンスされず放置されていった。森林は 適度に干ばつされることで適度な保水力を有し、土砂災害や土砂流出を抑制するが、このような複合的な要因で、中川上流部では土砂の崩落が続出した。現在でも、当該地域は、国土交通省砂防部が指定する全国14の10、広範地域の一つに指定されている。こうした土砂は、長安口、昭賢野の、追立の、角ダムに流入し、 深刻な大差問題を引き起こした。特に追立ダムの場合、坂州期等川が運搬する土砂が膨大であり、貯水池は大差で完全に埋没。高さ15メートル以上あるにもかかわらず現在ではダムとして認められていない。また証券の野ダムでは上流のボケ橋が大差で埋没。川床上昇による水害の被害を、木頭村が訴えるようになった。そして長安口ダムでも大差が、 徐々に進行していった。1971年、台風23号の襲来によって、中川流域は、豪雨被害を受けた。この中で、長安口ダムは計画降水流量を、上回る洪水が押し寄せ、だし書き捜査による放流を実施した。この時の放流量は、計画放流量の限界を100トン、上回る毎秒を5500トンであった。この台風によって、下流の長軍は時町が、 浸水被害を受けたが、ダム捜査の過失で水害が増幅したとして、徳島地方裁判所に対し、長安口ダム放流被害訴訟を起こした。1988年の第一震では、徳島地裁がダム捜査の過失を認め、河川管理者の国とダム管理者の徳島県に損害賠償を命じた。これに対し国土県は、高松高等裁判所に、控訴 1994年の控訴審においては、想定外の豪雨ではやむを得ない捜査であったとして、住民の逆転敗訴となった。不服とした住民は最高裁判所に上告を行ったが、最高裁は1998年に上告を棄却し住民の敗訴が確定した。治水とは、複数の施策を効果的に行うことで、初めて達成されるものであり、 ダム単独で完全な治水が達成されることはありえない。だが住民はダムに大きな信頼を持っていたこともあり、この一件はダム事業、河川事業に対する大きな不信となった。台風23号による記録的な被害や高度経済成長による水不足の可能性を背景に当時の建設省は昭和野のダム上流の木頭村西堺地区に高さ百六メートルの 重力式、総貯水容量6、800万トンの巨大な特定、多目的ダムを建設する計画を1972年に発表した。これが、細ゴ地ダムである。このダム計画に対して、北頭村は発表直後から、絶対反対の姿勢を貫いた。特にサラリーマンから、北頭村村長となった、藤田恵は、ダム反対条例などを制定して、反対運動の先頭に立ち、 建設省と一切の妥協を許さなかった。この細工地ダム反対運動はやがて全国に知られるようになり、多くのダム反対活動家や日本共産党、朝日新聞がこれを支援した。1996年、第二次橋本内閣の建設大臣であった亀石塚、亀井静香がダム建設の凍結を発表し、2000年に計画は正式に中止となった。ダム中止の背景として、 地水事業としてのコストがかさむことと、利水事業として、水需要が伸び悩みこれ以上の需要が見込めないという、理由があった。長安口貯水池、徳島県南部の重要な水がめであるが、大差が問題化している。皮肉なことに、細河内ダム中止後から、中川流域では深刻な水不足が頻発するようになった。下流の阿南市では2002年には25日間、 2004年には6日間、2005年には113日間、2006年には1月から2月にかけて厳しい給水制限が行われるほどの水不足であった。特に2005年の場合は、長安口ダムの貯水率は最大で4%にまで下落。証券、のの、川口領ダムもダム湖がほぼ枯渇するありさまとなり、阿南市の工業地帯における被害総額は、 約100億円以上という深刻な被害であった。また2004年には台風により流域は総雨量1200ミリという猛烈な豪雨が降り注ぎ上流で土砂崩れが多発、長安口ダムには大量の流木と土砂が流入したが、このことも貯水容量に影響を与えた。ダムを管理する徳島県は貯水地上流に堆積した土砂を掘削して排出する。 長安口ダム貯水池保全事業を実施しようとしたが、漁業への影響が懸念されるとして、漁業共同組合が反対し頓挫した。このため県は、ダム本体の改良を柱としたダム再開発事業を計画したが、財政難ということもあって着工するのは、厳しい情勢であった。万作月田間の徳島県は、飯泉加門知事が国土交通省に対し2004年、 長安口ダムの国土交通省直轄ダム化に言及。徳島県議会も、長安口ダム直轄事業加速新決議を採択して、国への移管を要望した。これに対し国土交通省は2006年、平成19年度予算概算要求において、四国地方整備局分の予算に長安口ダム改良事業の予算を要求することとなり、ダム事業の国直轄化が現実化した。 そして2007年4月、滑水の危険性が示唆される中管理業務が、国土交通省四国地方整備局、中川河川事務所に移管された。四国では、愛媛県の柳瀬ダム、六谷川ダムに次ぐ県営ダムの国直轄下である、国土交通省は、長安口ダム改造事業に着手することとなった。内容としては新たにゲートをダム部に一門新設して、 洪水処理能力を強化するほか、選択肢水設備を設けて下流への脱水問題を解決しながら利水能力を強化するとともに、最大の問題である貯水地内の大差除去を図るのが主な内容である。藤田恵や正野厚子などのダム反対論者は、小手先の問題解決として、これを否定、究極的には、長安口ダム撤去が最良であると主張している。これに対し、 党の長町住民たちの間では、長安口ダム撤去を要望する声は極めて少数派である。中川の治水整備における基本方針である。中川水系河川整備計画の一環として、開かれた国土交通省との住民討論会において、住民たちは、長安口ダムの有効活用を訴えている。そして、ダム大佐の解決が第一義であるとして、三輪ダムなどで実用化されている。 ハイサバイパストンネルの早期着工を最も要望している。また、四国電力の証券ノノダムの大差対策が不十分として国土交通省の行政指導を強化すべきとの声も強い。さらに、大差排出と並行し場所によっては140年も放置されていると言われる上流部森林の整備と林業振興を充実させてほしいとの意見も多かった。 住民たちはダムに対し相当の勉強を行い、国土交通省の行政担当者と堂々と渡り合っているが、大多数はダム撤去という極論ではなく、ダムと森林整備のコラボレーションによる治水・利水対策を施行している。だが、かつての建設行政に対する不満は根強く、今後はこうした住民の声に真摯に耳を傾けながら、 国土交通省は中川の河川整備を進める必要性に迫られている。ダムの傍らには長安口ダム資料館であるビーバー館があり、ダムの役割について学ぶことができる。下流の水崎地区には水崎周りがあるが、これは四国八十八箇所令状巡礼のミニチュア版であり、手軽に八十八箇所巡礼体験が可能である。川口ダム湖であるアジサイ湖の湖畔には、 もみじが温泉や森林美術館もある。この付近は夏になると、色とりどりのアジサイが見事な花を咲かせる。さらに下流には、激流と奇岩が美しい渓谷を形成する、和期ラインがあり、88カ所霊場の21番、札所である、ふとしりもある。ふとしりは、ロープウェイで登る寺としても知られる。ダム上流のボケ橋は、紅葉が美しく、旧紀藤村内の中川は、 細高地ダムによる水没を免れた、清列な流れが目を引く。ダムへは、徳島自動車道、徳島インターチェンジから国道55号経由で、立花港付近から国道195号に入り、高知市方面に直進すると到着する。徳島市内からは、約 70km の距離である。高知方面からは、高知自動車道、南国インターチェンジより、国道32号経由で、 国道195号に入り、阿南方面に直進する。なお、国道193号を利用することも可能であるが、絶え間ないカーブの連続と、幅一車線程度しかないアイロであるため、運転には最新の注意が必要である。またこの付近は、台風や大雨の後に通行止めとなる場合があるため、道路情報にも注意しなければならない。ありがとうございます。